はい、では引き続き冬アニメ感想まとめやっていきたいと思います。まず最初に、妖術3期はごめんなさい、ちょっと放置いたします。切るのではなく放置で、まあ、要は最終回まで行ったら一気見しようかなと思ってますね。自分の好きなタイミングで超毎週毎週追うのではなく一気にこう見たいっていう感じに、しました。正直見てる量がちょっと多くなってきたので、ちょっと整理したいなというか、まあ、優先順位的に言うと、妖術は一旦放置という形にしました。はい。なので、妖術の感想はなしとなります。では、まず、一作品目ですね。魔法少女に憧れて第3話の感想。今回のランクは S プラス。はい。今のところ最高ランクじゃないかな。マジで、参ったね。全然手を緩める気がない。どんどん前。攻めの姿勢を緩めないっていう感じが今回の、まあ、3話までね来て、全然出落ちアニメではなかったっていうことでめちゃめちゃ安心しました。新キャラのレオパルトちゃんだっけ、スタイルいいんだけどちょっと性格がメンヘラっていうんですかね、それとも今流行りの地雷系っていうのかな、めっちゃいいキャラしてるよね。声優さんの古賀葵さんも、やっぱいいし。いやー、サービスシーンはもちろんのこと、普通になんかバトルも良かったよね。マジアベーゼとレオパルトちゃんの、戦いも良かったし、エロさも、今のところ一番エロかったのはレオパルトちゃんの。押し倒してお尻でね、あれやるときはうわってなりましたね、さすがに。いや、参ったな。バトルシーンもいいとなると、かなり評価高いですよ、俺の中で。いいぞ、頼むからもっと売れてくれっていうね、まあ、今期のね、ダークホースの一つだと思っておるので、ぜひね、売れてほしい作品ですね。で、続いてがメタリックルージュ第2話の感想ですね。今回の評価は A-だ。ちょっと B 寄りの A って感じ。やはり戦闘作がもう抜群にいいですね。さすがボンズ。なんかね、ま、1話と2話を見た感覚なんですけど、なんか久しぶりにこういうアニメ見ました。なんかどっしりいく感じ。わかる？最初から飛ばしてるんじゃなくて、まあ、1話は結構ね、飛ばしてたけど、今回の2話は明確に話が進んでない回じゃないですか。なんだけどこう、すごく良かったっていうね、ちょっとね、ほんと感覚な話なんですけど、なんかゆっくり行こうぜみたいな、そういう昔のアニメ、なんか昔のアニメみたいに、寄り道して、まあ、どっかでこう話がこうグッと展開が早まっていく、なんか順当にこう話が進んでいくんじゃなくて、ほんとなんかちょっとスローペースな感じで、ただすごいクオリティは高いので全然見れるという感じで、なんかすごくね懐かしい気持ちになりましたね。これちょっとなんかそういう感じに陥りましたね。だから多分中盤で一気にこう加速していく話なのかな、まあ作品なのかなって。で、続いてがイシュラ3話の感想ですね。今回の評価は S プラス。はい、また来ましたね。もうちょっとで神回っていうところの S プラスなんですけど、常にいいね。だ今回は、まあ、タイトル通り2人ね、強い、最強キャラが2人出てきたんですけど、カササギのダイカと勇気の翼レグネジ。ちょっと間違えてたらごめんなんですけど、まずね、ダカイのシーンがもうめちゃくちゃ好み抜群で、アクション最高だったじゃないですか。もうバッタバッタね、敵をさ、切り伏せていく。ね、首とか手とかさ、いろいろね、切ったりして。最高だね。しかも、冷徹非常に、与えられたミッションをこなす仕事人。で、剣を使うから、まあ、剣士。俺は剣士じゃねえよってずっと言ってたら、まさかの盗賊だったっていうことで、まあ、盗むね、技術もすごい。手足のなんだろう。こういうテクニックと言いますか、繊細さと言いますか、その器用さがめちゃめちゃすごくて、いつの間にかさ、欲しいものをね、取ってきたり、それこそ男女に一人で潜るっていう、多分、すごい危険なとこにね、単独で入って、で、目当てのものをこう取ってきたとこから始まったわけじゃないですか、話はね。なんか、いてつく、冷えた星だかなんだかわかんないやつをね、取ってきて。で、さらにはその魔剣も持っていて。で、何やらその魔剣は、あらゆる攻撃に先手を打てるっていう、今回は多分、その力を発動してないと思うんですけど、それ抜きにしても、体術がすごい、で何やらね、洞察力もすごくあって、頭も切れる。で、なんかね、家の中にいる人たちの、ね、姿もなんかサーモグラフィーみたいに見えてたので、あれは なんすかね、スキルなのか、まあ、術なのか、洞察力で、あ、こいつらこんな感じで動いてるのかな、みたいな、そういう超直感のね、感覚で見てるのかちょっとわかんなかったんですけど、
まあ、それでもやっぱね、こうワクワクしたキャラクターでしたね。まあ、人間なんだけどめちゃめちゃ強強の。はい。で続いて、2話に出てきたね、ワイバーン。まああっちは青かったんですけど、今回は赤いワイバーン。まあ、2話にも出てきたよね、この赤いやつ。はい。の隊長。まさに隊長の器ということで、何やらなんかやらかした部下をね、自ら粛清してね、でみんなに見せしめでこう見せて、でさらには強力ななんかビームを撃てる、でさらには空も飛べる、軍隊も指揮してるっていうことで、コマンダーね、勇気の翼、レグネジーだっけ、強すぎんだろうみたいなね。そして、ね、なんとレグネジーはね、その目の見えない可愛いね、天宮サラさんがね声を担当してる、娘さんとね関係性も実にちょっとエモくてね、ちょっときつく当たるレグネジなんだけど、目の見えない女の子の子はなんか触れようとするんだけど、それをこうかわすっていう、お前には無理だみたいな、絶対もう触らせないぞみたいな感じでね、こう触りたいわけですよ。あれって何ですかね、レグネジがワイバンっていうことを気づかせないために触らせてあげてないのか、まあ、それとも知ってるんだけど、まあ、あえてこう触られたくないっていうだけなのかもしれないですけど、なんかいい関係性だなっていう、なんかもうすぐ戦争が起きるから、お前みたいなグズがいたら真っ先に死ぬからもう出てけばみたいな、いやそれでもここにいるんだ、とにかくたまんない回でしたね。まあ、毎回こう紹介、一人二人紹介されていく、行くから知り合いはもう早く戦えよみたいなこと言ってるんですけど、こうやってちょっとゆっくり、一キャラ一キャラをこう最初に深掘りしてからの戦いがあった方が俺は正直好みですね。なんか戦いの中でこいつはこうでこうでじゃなくて、まあ、最初にちょっとしたストーリーがあってから後でこう戦っていくっていうのは、まあ、これはこれでね、最近見てなかった演出ですごくね好きですね。これマジでナロー系なのって思うぐらいクオリティが良くて、ごめんなさい、ナロー系ちょっとね下に見ているので申し訳ない、ナロー好きの人はね、ナロー系だとは正直思ってなかったってぐらい世界観が良かったし、まあ、アニメーションのねクオリティはそのアニメ会社の、まあ、功績だと思うんですけど、実にこの会話の仕方とか演出とかね、でその1話1話の話で最後さ、やっぱ気になる ところもさあってね、最後に出てきたなんか天使を連れてるおっさんとかも続きが見てってなるっていうね、最後の終わり方もあって実に面白いなんかそういうドラマあったよね、実に面白いっていう、ね、面白いね本当このイシュラ、正直今のところメタリックルージュより全然上ですね、うん、で魔法少女に憧れては完全にダークホースだし、いやーいいですね。なんか木曜日さ、俺の好きなアニメばっかしかねえんだよね、しかもランク上位勢が、だからさちょっと動画がどうしても遅れてしまうので、そこはちょっと申し訳ないんですけど、いやー次回も楽しみだな。ということで動画は以上となります。ぜひね、いいなと思った方はコメント、チャンネル登録、グッドボタン、また、動画出していくのでよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。おっつおっつ、バイバイ。チャンネル登録といいね、コメントもしてくれるとさらに嬉しい。